はい、こんにちは。今回はプレイやっていきます。で、ちょっと何度かやり直したんですが、再収録しながらやっていきましょう。イージーで、今回は女性を選べるんで女性にしておきましょうかね。はい、ちょっとこうしまして、何度か再収録しているんですが、なかなかうまくいったりいかなかったりで安定しないんですが、さあやっていきましょうか。おはようございます、モーガンさん。今日は2032年3月15日月曜日です。3月15日月曜日。起きる時間だぞ、モーガン。時間を無駄にするな。迎えのヘリを出した。いくつかテストをしよう。スーツを着るのを忘れるなよ。では後でな。もういいか、その、お前が来てくれて本当に嬉しいよ。また昔のように変革を起こしていこうじゃないか、モーガン。はい、目標が追加されました。DLC も入れてるんですが、モッドも入れてまして、まあいろいろグラフィック的にとかゲーム的にいろいろ変わっています。はい、こう PC は触れますよってやつですね。はい、やり直してやってるので、ネタは分かっているんですが、まあ繰り返してやっていきましょうか。はい、スーツを着まして、ちょっと待ってくださいよ。はい、大丈夫でしょう。では、おはよう、ミスユー。おはよう、パトリシア・バルマさん。はい、 A でジャンプ、 B でしゃがむ、 L で L 押し込みでダッシュ。はい、こんにちは、モーガン・ユー。屋上へ。エレベーター、豪華なエレベーターですね。おお、すげえ、ラグジュアリーなヘリだよっ。ミスユー、すごいな。どうぞ楽にしてください。目的地に向かいます。お、ベセスダ。トランスターのビルまではすぐですよ。プレゼント。気温26度、綺麗な空が広がってます。気温26度か。いい景色ですね。絵に描いたような。鳥が飛んでる。いい眺めでしょう。アーケインステイリオスプロダクション。素晴らしい。ちょっと眩しいくらいですね。見えてきた。ダーン、ハト飛んでる。プレイ。
着きましたよ、ミスユ。ガラスに気をつけてください。では幸運を。ガラス？ガラスって何のこと？こんにちは、ドクターユ。こんにちは。はい。私はシビル495科学オペレーターです。495。我々の研究には高度な集中力と長い時間を要します。テスト終了後に抗精神薬を用意しましょう。いや、必要であれば。結構です。まもなくタロス1行きのシャトルに搭乗できます。おう。私の機器は大容量のデータ分析と読み取りに最適化されています。ご心配なく。ミスは起こりえません。音が遠いな。ミスってな、何？トランスターは世界中に10以上のアート施設を保有しています。アート施設。軌道の範囲も含めればもっとあります。月軌道。へえー。みんなあなたの能力を楽しみにしていますよ。能力。ドクターユー、私もその一人です。んー、その一人ですか。お兄様もあなたをお待ちです。ん？エレベーターはテストエリアに直結しています。テストエリアに直結してる。ラボはすべて安全基準をクリアしています。妙ですね。こんなことは初めてです。メンテナンスの手続きをしましょう。失礼します、ドクターユー。あ、失礼します。もう話せない。なんか、ようこそ、モーガンユー。午前9時にテスト施設で予定があります。確認してください。確認。はい、承認します。101階から。すごいな。70。モーガン、やっと来たか。やっと来たよ。アレックスか。お兄さんか。どうも。おお、トランスターの制服も結構似合うじゃないか。目はどうだ、赤いか。うん、あのテストはなんというか型破りだったな。だがそれこそが我が家系の伝統とも言える。家系の伝統。テストが始まってもごく普通に行動してくれ。おお。まあ気にするな、ドクター・ベラミーが説明してくれる。まあ気にするなってなんだ。ちょっとあれですね。FOV が、これぐらいの方がいいかな。来週にはもう宇宙だ。来週にはもう約束する。ミスター U、ルーム A で準備が整いました。わかった。ルーム A。いいか。自分を見失うな。また後でな。また後で。はい。自分を見失うな。何の話だ。 A。 あ、おはようございます。おはようございます。ドクター・ベラミーです。今日はいくつかのテストを行います。はい、これまでとはちょっと異なるものになると思いますが大丈夫、きっとうまくいきます。これまでのもの。いいですか。では始めましょう。最初のテストでは赤い円から可能な限り素早く箱を取り除いてください。箱を取り除く。直感に従ってですよ。直感。いいですね。はい。準備できたら赤いボタンを押してください。はい。赤いボタン。はい。お、あ、できるだけ早く。お、お、はい。おい、はい、はい。ピコン。素晴らしい。これは本当に素晴らしい。ん？ではルーム B へ移動してください。なんだ釈然としない感じになってるけど。え、どういうことでは、はい、モーガン、よく聞いてください。感じ悪くない。この部屋の中で姿を隠してみてください。え、リラックスしてゆっくりと、よく考えて。何もない。いいえ、冗談です。よく考えて。あ、時間は9秒だけです。9秒だけです。準備できたら赤いボタンを。はい、よし。あ、さっ、見ろ。彼女、見ろ。あ、彼女は椅子の後ろに隠れてます。ちょっと笑ったろ。なんだよ、感じ悪いぞ。シナプスの反応は。シナプスない。もっとく。何が。なるほどな。不安になるじゃないの。失礼。では続けるとしましょう。失礼じゃないよ。ではルーム C へどうぞ。素晴らしいですよ。素晴らしい。本気で言ってんのか。なんだよ、感じ悪いな。
よし、始めましょう。始めましょう。このテストでは部屋の奥に設置された青いボタンをなるべく早く押してください。できる限り自然かつ直感的な動作、自然かつ直感的な、一切考えず、ただやるだけです。ただやるだけです。準備できたら赤いボタンを、赤いボタンを、はい、ほっよっほいほい。誰か一体何が起きてるのか説明してくれないか。な、な、ない。シモンズ、え、ティナが持ってきたものを使ったのですが、なんかチェックはしたのか。ティナがオンのままです。あ、失礼しました、モーガン。設備に少しトラブルが。設備問題ありません。テストは全く素晴らしい。さあ最後のルーム D へ行きましょう。何の話、何の話、ちょっと待って、なんでそんな言われた通りにやってんじゃん。終わる。誰かコーヒーを入れてくれないか。コーヒー、ああ申し訳ない、ありがとう。なんだ。オーケー、モーガン、では椅子に座ってください。座ってるよ。いいですね。では正面のスクリーンを見てください。複数の質問をお見せします。はい。良いと思う答えを選んでください。はい。準備ができたら画面のスタートを。はい、スタート。あなたは休暇の予定を立てています。確実に楽しめる馴染みのある場所に行きますか、新しいことに挑戦しますか。なんでため息ついてんの。新しいことに挑戦します。いいですよ、コツがつかめてきましたね。はい、続けて。なんかバカにしてる。あなたはその行いにより死刑宣告をされました。どんな気分ですか。怖い、怒り、平静。まあ、死刑宣告を受けたんならね、受け入れるのがある。難しい問題でした。難しい、難しいかい。あ、線路に縛られた5人のもとへ暴走列車が迫っています。トロッコ問題、切り替えた先にも線路に1人が縛られています。何もしない。おや、何か問題でも。いえ、あれ、線路に縛られた5人のもとへ暴走列車。プラットホームで太った男の隣に立っています。太った男を突き落とす。いや落とさないよ。何を言ってるの。あと少し。質問の意図がわからない。あと少し。線路に飛び込めば列車は止まりますが、あなたは死んでしまいます。分かったよ、じゃあ飛び込むよ。おお。おお。これは素晴らしい。本当か。いいですよ、いい感じです。本気で言ってんの。もう少しです。うん。次はある画像を表示します。それをよく見て。あ、なんかは。すぐに私が質問するので。あれ、あ、カップが2つ。これは私のか、空じゃないか。なあ、しろ。あ、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 あれ、あ、あ、あ、ガス、ガス、あ、ガス、ガスが出たよ。ガス出すなら外だ、外じゃないの。あ、こそこそ言ってる。なんかアレックス。シモンズか。何が起きてる。シモンズ、問題が起きた。モーガンは無事なのか。生きてる、今は落ち着いた。心配されてんの。分かった、今行く。無事か。おはようございます、モーガンさん。はい、おはようございます。今日は2032年3月15日月曜日です。3月15日月曜日。またあれ、さっきも月曜日だったよね。ん、あ、電話は来ない。なんだ、気のせいかな。シャワーでも浴びるか。電気をつけて。扉、あ、うちに開くんだ。あ、寝巻きを着てんだな。これは？お、石鹸か。シャワー浴びて。あー、なんか変な実験させられちゃったな。なんか風呂は汚いな。流す。これ、腕拭いて。よし。ん？
うん、あ、ペンダントがいっぱいある。あ、釣ってない。釣ってないのはまあ仕方がない。あ、釣り抜けた。そうか、なんだ、いい景色だな。なんか、あ、まず着替えないとな。よし、これに着るか。なんかちょっとダサいな、これを履いて。あれ、オースチンロケットグレートウォールオブチャイナ。中華系の人なのかな。なんかいいですね。アルファからオメガを超えて科学史メソッド、神経科学的革命の創始者。お、スパークリングワイン。おー、おめでとう。うん、バッグを持って、まあ今はいいか。中華鍋の神髄チケット。あー料理の本。あんま料理得意じゃないのかな。スカイキングザクロ取得、緑茶取得。ん？取得？ホワンホワーンってなってるけど、本当に月曜日か？何なんだ？あ、アレックス・ユー、モーガン・ユー、両親か？うん、なんだ、エルミの問題。おお、光学制御システム、神経科学の原理。ああ、意識、方程式の炎。お、監視。この辺のねテキストは後からでも読めるので、まあまあ気が向いたら読みましょうか。素晴らしい景色だな。ん？ん？拾ったような気がするんだけどな。音声合成と自然言語生成。実践電子機器。モーガン・ユー、 F パラドックス、特権。お、あれ、危機、即座に脱出を。フロムジャニアリー、ジャニアリー。ありゃ、脱出、脱出って言われても N イコール R かける FPNE、 何でしょうか。脱出、スーツを着る。これどうやって着るのかな。着たか、着てるようだ。お、なんだ、あ、あれ、フラッシュライト。お、あ、電池取得。で、電話だ。いや、モーガン、ついに話した時が来た。私のコードネームはジャニアリー。これは夢ではない。昨日のことは現実だ。昨日のことは現実だ。状況を把握したければ、まず建物から出てくれ。危険が迫っている。建物から出る。なんとか図面を拾ったな。脱出口はもう分かっているんだ。
もう何度もプレイしたんだからな。テスト収録に何度失敗したと思ってるんだ。お、順調だ。シミュレーションラボに入った。順調？出口に向かってくれ。また連絡する。シミュレーションラボ。ん？これなんだ？セットだったのか。ちょっと待ってよ。何？リアリティショーだったの？あ、なんかいる。え？スタミナが酒飲みすぎたか。あ、なんかニューロモット拾えちゃうな。これはあのモッドでアイテム拾う確率が非常に高くなっているためニューロモッドが今拾えちゃいますが、本来はここでは取れないですね。はい。なんだ。え？何これ。ちょっと待って、ドリフみたいになってんじゃん。おいおい、大掛かりだな、おい。あー、ヘリ。ちょっと待ってよ。あれ？こ、あ、あーあーあ、あ、何？部屋？ボタン？うわー、マジで？うっそ。なんだよ。監視してたの？どこまで実験なんだよ。あれ？レンチ。レンチは長押しでチャージ。おぉ。うわ。もう、この野郎。あれ？ちょっと待って、今、街並みだったな。え？あれ？なんか、ほわほわって、空気中にホコリがあるのか。あれ？何これ？え？メモ。報告。この SKU 全体を不良品として扱う。何？メモ。これパスワードだ。パスワードを貼っておくなよ。マルコ・シモンズ。ああ、さっき電話した人だよ。パスワード保護しろって注意されてる。今朝の事件について。取り付けミス？ニューロモット？なんかニューロモットって入れた？入れてないんだけど、まだ。あ、なんかあるけど。これはまだ何もできない。0456。違うか。0465。あ、7なって。0465。これね、いろいろネタがあるらしいんですが、これ系のね、ゲームの、最初のドアの鍵がね、ロックキーが0465になりがちっていうネタがあるらしくて。メール。ああ、もう見たやつしかないのかな？ユーティリティ。モーニングコール。モーガン、時間を無駄にするな。迎えのヘリを出した。いくつかテストをしてる。鳩の映像はレンダリング不具合が。では後でな。もういいか、その分かった分かった、うん、お前が来てくれて本当に嬉しいよ。ヘリコプター到着の音。また昔のように変革を起こしていこうじゃないか、モーガン。鳩試験。鳩、確かになんか変だったよ。鳩の部分だけなんか浮いてたから、あのモッドの光の加減なのかなと思ってたんですけど、エラーデータ再生しちゃったの。なんだよ、おい、戻ってきちゃったよ。嘘。水槽だと思ってたのに。水槽じゃないのか。あれはキッチンで簡易プランターなのかな。
した。なんだよ、ここでじゃあニューロモット入れられてたってこと？セーフコード、消されてる。なんてこった。まあ、何度もプレイしてるんで知ってたんですが。エレベーター屋上、あれ、そっか、屋上も何もないんじゃん。うわおうおお、ガラスに気をつけてくださいって、何これのことだろう。セリフ間違っちゃって、あれ、うわ、ここもそうなんだろう。うわー、セット切り替えてるよ。ドリフになってんじゃん。おい、メール、これは見たやつ。場面転換、非常入り口。23時22分って書いてある。場面転換されちゃってるよ。ディミトリ・ボーザー。何なんだ。メソッド。これは部屋にあったやつだな。同じ雑誌をわざわざ用意したのか。あ、あれ、いなくなった。ジフォン過去プラズマス、皆がミミックと呼ぶものだ。ミミック、物を拾うときは気をつけた。出てきた、危ない。おい、この野郎。物に化けるのか。何なのあれは。メール、あ、モーガンの行動。モーガンが報告会で激怒してから。激怒したの。何が起きてる。問題が起きた。モーガンは無事なのか。生きてる、今は落ち着いた。分かった、今行く。アレックスはいたのか。うわー、丸見えじゃないかよ。何なんだよ、すごいなこれ。ここはどこなの。なんか、こら、ミミック、なんか拾った。これもまだ早いですね。リサイクラーチャージ、これもまだ早いですね。これは割り振られちゃったから、ちょっと左は押しづらいから左にしておこうかな。よしと。あ、電池はいらないんだけどな。シミュレーションをリセットします。電力、ルッキングラス、テレレン。うっそ、は、外などなかった。グレーテ・ミケルセン、マッツじゃないの。場面転換してる。そう、なんだよ、いい景色じゃないじゃん。なんかカサカサ言ってんな。
こら、カップどこ行った、カップこの野郎、こら、あれこれは本物か、カップ、んカップどっか行っちゃった、あれこれか、これか、わからん、どっか行っちゃったな、ん？なんか音したぞ、なんだよ、っていうかゲーム内でこんなシミュレーションされてもインパクトは最初だけなんだけど、どうせゲームだからなそれを言っちゃおしまいだけど、助けてくれ、どうした、お、小判クラビロビック、あー吸い取られたぞ、え、あらら、あ、分裂した、うわ、電話だ、格納容器の破壊以降ミミックの増殖を食い止められた者はいない、格納容器、私は君が生き残れるよう協力する、もう少しだけ、もう少しだけ、ずっと協力してよ、うわーすごいな、これは本物か、全部偽物か、来週の実験、ルーム AOE コピーキャットスプーキー、何アレックス U、 うん、緊急事態、ベラミーが擬態と遠隔操作に関するデータを研究部門から持ち出したようだ。なんだベラミー。ダメじゃないか。なんかミッションか。おー。サブミッション。お、サブミッションじゃない。サブクエ。自由にプレイしよう。あー、ドアをキーカードで開けてもいいし、ダクトから入ってもいいし、みたいな。うん。なんか音がしてんな。ヒューマンアイ。紙。紙とか拾う必要あんの？エラー。エラーはどうしようもない。これはハッキング1が必要。あー。ちょっと今は上げないでおきましょう。あれ？この野郎。あ、またニューロモット。手に入ってしまった。こんなに簡単には本当は手に入りません。シミュレーションについて。ホワイトペーパーを送るよ。ニューロモットから新たな技術を得ることは、脳に新たな記憶を作り出すこと。仮にグスタフ・ライトナーのようにピアノを演奏できるようになるニューロモットを取り除こうとすれば、最初にそれをインストールする直前の状態まで脳はリセットされてしまう。ああ、何回もリセットされているうちに、なんか忘れちゃったのかな？うわぁ、なんか気持ち悪いな。スタミナが、ん？お？懲戒。二つあると怪しく見えちゃう。あ、なんか、うわぁって言ってるぞ。あれ？これか。言えちゃったな。ちょっ
と。もうちょい広げてみるか。いた、2つもいた。おお、なんかいろいろ拾った。ああ、これもまだ早い。もう一ついいんだろう。どっか行っちゃった。あ、倒してたのか？わからない。サボテンの花。サボテンに花が咲いたな。あ、あれ？あ、これがEカード？ベラミー。ああ、調査の結果、新しいことをする。平静。納得している。何もしない。線路に飛び込む。日々の実験。ああ、疲労も何も。よし。あ、どれだ？これか。ここは多分開くんですが、こっちから、こっちから行ってみましょう。あ、なんだ。うわ、あれはファントムだ。ファントム。ティフォン・アンスロ・ファンタスマス。気をつけろよ。ティフォン・アントロ・ファントマ、マス。リンゴ。精霊域、これはさっき拾ったかな。あ、なんだ。修理、修理の能力と予備部品。おお、修理の能力は今のところつけてない。 Do not enter セカンドフロア。あれ、耳、あれ、なんだこれ。お、またニューロモット拾ってしまった。あら、誰か。クルーマテリアル。あ、クルーキャノン。おお、これは固めて壊せるやつかな。動きを止めて。あ、誰かそこにいるぞ。ミミックもいる。あ、ナターシャ、かわいそうに。 あ、落ちちゃう、落ちちゃう。ちょっと待って。よっ、ニューロモットを取ってくれ。通常は偽物だが、本物と交換しておいた。あれだ。ニューロモットは必要不可欠だ。新しい能力をインストールしなければ生き残ることはできない。ミミック、依頼されていたリストをもとにトランスクライブをアップグレードしてある。見てくれ。あ、外したか。
ニューロモッドどんどん拾うな。まだいると思うんですが。ん？そんなにニューロモッド拾いちゃダメだろ。あ、ロバート？アリス、よかった。ロバート。他に誰も。どこにいるの？会議室に隠れてる。だが、ちょっと、ま、プロジェクターの色がまだ間違ってる。ラボにいるの？出られないんだ。ここにはセキュリティはどこにいるんだ？私にも何が何やら。ロバート、そこから出てエレベーターのところに来て。ここを撤退するって誰かが言ってたの。ロバート、し、静かに待て。誰か来る。サボテン、サボテンの花。ニューロモッド、ちょっと待ってよ。ん？あ、逃げた。あ、どこ行った？あー、わからんぞ。よし。まだいるか？あの、あ、このミンクは一体何なんだ？だった。なんとか物質。うん？左目に刺してる。これでニューロモッドが初めて手に入る感じなんですね、本来はね。でもモッドでたくさん入手しちゃってますが、ここで、ニューロモッドでサイエンティスト、医療知識、ハッキング、もう今もう6個も持ってる。でこれがレバレッジ。ああ、重いもの持てる。修復マテリアルエキスパート、インパクトキャリブレーション、重火器、コンディショニング、コンバットフォーカス、ステルス。おー、狭いところを移動する際敵に見つかりにくくなる。これはいいな。これは2ポイント使うのかな。ポイントいくつか、6個あるから、これ取っちゃうか。お、これはニューロモッド。え、ちょっと待って。うわ、おー、
そりゃ痛いだろう。こんな感じだ。で、まだニューロモッドがある。インベントリが結構いっぱいだな。食べる。これも食べるか。で、これ飲んで。で、あと4。ハッキング2は4必要なのか。じゃあ、ここ、ハッキング1取って、ステルスは、次は5の4。エンジニア。インパクトキャリブレーション。マテリアルエキスパート。ガンスミス。スーツ改造。これいいな。これ取っとくか。で、スーツ改造ができるようになる。サイエンティスト、これは？これまだ結構先かな。治療キットの効果。重いもの持てる。スーツ改造か。コンディショニング。じゃあ、スーツ改造にしようかな。あ、インベントリ容量が増える。ここか。インパクトアンプ。レンチ攻撃時に相手をノックバックしやすくなる。ああ、こういう風になんかチップセット入れてくんだ。スーツチップセット。ミミックディテクション。あ、スロットなし。サイコトロニクス。うん。あ、酒飲んだからフラフラしてんだな。ホイールメニュー。 RB はなんだ。飲み物か。リデューシングって書いてあるな。医療センター。あー、ここで次のエリアか。いや、面白いですね。手強い敵と対峙したときは逃げることも最善での一つである。己の手段を考慮した上で賢く戦おう。面白いなぁ。これは、やりごたえがあるぞ。これよりさらに、DLC が楽しいっていうんだからな。どうしようかな。おはようございます。タロス。おはようございます。幼虫カウンセラー、ドクター。たどり着いたようだな。たどり着いた。真の世界。それを暴く覚悟はあるか。真の世界。予約を取ってください。よし。では、今回はここまでにしておきましょうか。はい。ではまた次回ですね。はい、それじゃあまた。